皆さん東西線使ってますか？東西線はその名の通り札幌の東西方向の輸送を担う重要な路線でありますが、その割には沿線にお住まいの方以外にとっては存在感が薄いような気もします。今回は新札幌から宮の沢まで電車に乗りながら東西線のご紹介をしようと思います。まずやってきたのは東西線唯一の JR 線乗り換え駅である新札幌駅です。お隣の青少年科学館にはかつて東西線で活躍した6線型の精巧な模型が展示されています。このように実際に操作する体験ができて大人でも大満足の内容ですので、気になる方はぜひ行ってみてください。それではホームに降りてみましょう。東西線の特徴といえば札幌の情景を描いた壁画でしょう。北海道デザイン界の父とも呼ばれる北海道を代表するデザイナー栗屋川健一氏の作品です。道庁や時計台、豊平館といった札幌の名所などが壁いっぱいに描かれていて、地下鉄の駅でも札幌らしさがうかがえる粋なデザインですね。さて電車が入ってくるようです。東西線は7両編成の堂々たるお姿でございます。さすがに東京、大阪にはかないませんが、その他の日本国内の地下鉄で7両以上で運行されているのはこの札幌市高速電車東西線以外には存在しません。道と札幌を支える重要な路線であることをうかがわせます。始発駅を発車しました。東西線は9両編成にまで対応しているとっても長いホームが特徴です。トンネルの建設には地上から穴を掘って後で埋め戻す開削工法が全線にわたって用いられました。四角いトンネルがその特徴です。さて新札幌を出ると次はひばりが丘です。まだ出発したばかりですが、早速東西線のびっくらポイントでございます。ここで線路が右手へ分岐しています。これは一体どこへ行くのでしょうか。実はひばりが丘には知られざる秘密があるのです。ひばりが丘は一見何の変哲もない駅に見えるんですが、乗客からは見えないところにあるものが隠されています。それはホームです。どういうことって感じですよね。この駅は2面2線に見えるんですが、実は4面4線になっていまして、乗客用の1番ホーム、2番ホームに続いてこの壁の向こうに A 線と B 線があります。よく見るとホームには A と書かれたドアがあり、これが A 線に続いています。 B 線の入り口は改札階にあります。これらは乗務員用のホームでして、乗客用のホームと同じように自動放送も流れます。ちょっと聞いてみましょう。壁の向こう側なので耳をよーく澄ませて。これは東方線のアナウンスと同じ声でしょうか。このホームで運転手さんの乗降が行われているんですね。ひばりが丘駅の近くには東西線の車庫である東車両基地があります。本線から分岐した線路が地上に出てきて、南北線と同様にシェルターに覆われた回送線を通って車両基地に入っていきます。この回送線は無人運転になっていて、ひばりが丘まで運転してきた運転手さんが例の裏ホームで降りて、そこから無人でここまで運転されるんです。それでは無人回送の様子をご覧に入れましょう。
かがでしたでしょうか。ひばりが丘は地味に見えて意外とすごい駅でしたね。それではだいぶ道草を食ってしまいましたが、先へ進みましょう。続く大谷地は札幌市交通局のお膝元です。この駅は交通局と直結しています。交通局内には食堂もありまして、この食堂は一般の方でも利用することができます。メニューは食堂のホームページに載っていますので、気になる方はぜひチャレンジしてみてください。交通局の門標には地下鉄車両のデザインからは消えてしまった札幌市章が健在です。 ST マークは赤色が剥げておりますが、立体感があってかっこいいですね。本局の皆様には頭が上がりません。いつも本当にお仕事お疲れ様でございます。お次の南郷7丁目は東西線の中でも一風変わった駅です。ホーム2つに線路が3本ある大変豪華な作りになっております。通常は外側の1番ホームと2番ホームが使用されますが、宮の沢行きの始発1本だけは中線の4番ホームから発車します。この理由ですが、札幌の地下鉄の始発は午前6時なのですが、新札幌始発しか設定しないと白石地区の始発電車の時間が遅くなってしまいます。そこで利便性向上を図って南郷7丁目始発の電車を設定するために中線を使用しているのだそうです。ちなみに鋭い方は始発をもっと早めればいいじゃないかと思うかもしれませんが、その辺はどうも大人の事情があるようです。さて、お隣の白石駅にやってきました。この先の白石琴二館は元祖東西線、その開業は昭和51年でした。開業当初から ATO 自動列車運転装置を用いた営業運転が行われていました。 ATO というのは運転手さんがスイッチをポチッと押すと自動的に次の駅まで運転してくれる装置です。これは日本初の本格的な ATO 採用事例でして、大変先進的な取り組みでした。他にも東西線を走る車両には新型の機器が搭載されることとなり、その具合を確かめるための試験車両がありました。試験車は東西線のトンネル完成を待たずして、南北線で機器の試験を重ねていたというのですから驚きです。さすが新しいもの好きの札幌市交通局といったところでしょうか。少し飛んでここは菊水です。東西線の中では白石からこちらの菊水駅までが真っ先に完成しました。琴美までの完成を待たずして、この区間では試作した東西線用の新型電車を用いて営業運転に向けた試運転を行ったそうです。菊水駅から先は豊平川を渡ります。東方線では豊平川を渡るのにシールドマシンを使って丸いトンネルを掘るシールド工法が採用されましたが、東西線では地上であらかじめ作っておいた四角いトンネルを沈める軽損工法が採用されています。なお次の駅は遊歩道バスセンターには近くないバスセンター前駅ですね。この辺は大通りバスターミナルの他にも中央バスターミナルもある初見殺しエリアとなっております。続いての大通りは、道民なら人生で必ず一度は訪れるであろう札幌の中心部ですね。南北線、東西線、東方線の3線が乗り入れます。東西線の大通り駅には3番ホームと4番ホームがあります。4番ホームは先ほどご紹介した南郷7丁目にもあるのですが、3番ホームがある駅は大通りだけです。大通りを出ると左側に謎のトンネルがあります。よーく見ててください。はい、これです。これは東方線につながっている連絡線で、シールド工法で作られています。東方線には車両基地がないので、このトンネルを通って東西線2線にある西車両基地へと改装されます。こちらは西28丁目です。せっかくなので東方線の改装の様子をご覧ください。
東西線に青い車両が走っているのはなんだか不思議な気分ですよね。この先のポイントを通って車両基地へ向かうので、ゆっくりのそのそと出ていきます。それではいよいよ車両基地への分岐点を見に行きます。ちょっとドキドキしますね。西28丁目を出るとすぐに福福線になります。奥側の線路は西車両基地へと続く回送線です。ここのトンネルは東西線の中でも群を抜いて立派な作りだと思います。運がいいとこの辺に東方線の車両が止まっているのを見ることができます。そして車庫へと続いています。皆様ご堪能いただけたでしょうか。なお西車両基地は施設が地下に埋まっているので、ひばりが丘で見たような東車両基地みたいな地上区間がありません。ことに宮の沢間は1999年に延伸した区間です。東方線の福住延伸が完成したのがその5年前の1994年ですから、ここは札幌で一番新しい地下鉄ということになります。よく見てみると駅の雰囲気がこれまでとは全く違います。ここまでは札幌独特の渋めの駅でしたが、こちらは東方線のような明るめでどこにでもありそうなよくある地下鉄駅という感じのデザインになっています。またこれまでは給料対応の長いホームでしたが、ここから先は建設費削減のためホームは8両分しかありません。この辺りは東方線の延伸区間と似たような境遇になっておりますね。そして間もなく終点の宮の沢に到着です。ここには札幌市内唯一の動く歩道があります。 JR 札幌駅にも昔あったらしいのですが、現在では消滅してしまいました。宮の沢ではホームの建設費は削減しましたが、市民の利便性を向上させようという心意気があったのかもしれませんね。ここまでのご視聴ありがとうございました。東西線も思ったより個性的で面白い路線だと思います。今度東西線を使うときは東西線もすごいんだなぁと思いながら乗ってみてください。テクテク鉄道ではちょっとマニアックな鉄道豆知識や役に立つ旅行情報を取り上げています。鉄道好き旅行好きの方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。